今回紹介するのは細胞が自分を食べるオートファジーの謎という本です私たちの体を構成する細胞の中で日々劇的な変化が起きていることが分かった体の栄養となるタンパク質でいえば食事で摂る3倍の量を毎日分解しては新しく合成しているこの細胞内の主な分解方法が 今注目のオートファジーであるオートファジーは細胞内を掃除し中身を入れ替えるリサイクルの働きをしていたのだ従来の生命観を大きく変えるオートファジーのホットな話題を提供する第一線の研究者にも進めたいオートファジーの優れた解説書私はオートファジーが関連しているとされるウイルス学免疫学 神経学を研究しているものですが、現在医学研究において注目を集めているこの分野を網羅した本を探しておりました。本書は2011年9月に書かれた215ページからなり、数時間で通読できますが、内容は基礎から2011年に発表された最先端の知識まで書かれてあり、この一冊でオートファジーに関する理解は。 類書の専門書も含めてどれを読むよりも深まると言えます。この本はまずオートファジーの発見からの研究の発展の経緯が丁寧に書かれてあり公募での研究から哺乳類のノックアウトマウス蛍光物質の GFP を用いたオートファジーの童貞方法が研究者以外の一般の人でもわかるように書かれています。例えば 細胞内の構造物、リソソームなどを豊富な図、電子顕微鏡写真なども含むで解説しており、よくここまでわかりやすく基礎から解説していながら、対処にならずにまとめたられたかが不思議なほどです。網羅されてある分野は多岐にわたり、酵母、免疫学、抗原定時、受精卵、母性効果の記述は中立、指、キチプロテアソーム系。 細菌感染、パーキンソン病、腫瘍などでのオートファジーの果たしうる役割が今まで明らかにされてきたことと今後期待の持てる内容まだ確かではない部分がはっきり分けられて書かれてあり生命科学の専門家でも学べる知識は多く特に非専門分野での一般の人よりも 医学や植物学研究を専門とする第一線の研究者にこそ進めたい一冊特に発見からの経緯は今後新しい知見が得られても古くなることはなく日本発信の医学研究の歴史の1ページとして重要参考文献が21ページに一度示されている他は 他に特に記載はないのは一般向けを意識してのことと対処になるのを憂慮してのことだろうが各正末に主な参考文献をつけても大幅なページの増加にはならないので改定の際には望みたいところ以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。